これは、これは敵が寄ってくるやつか。そっかそっか。どうするか。いいか、普通にやっちゃうか。はいはい、どうするか。まあ いや、とりあえず罠にはめよう。で、なんか来る。あ、転び石があるな。よし。あ、失敗した。じゃあ、こんなところでやられたくないですからね。じゃあ、吹き飛ばして、罠消えちゃったな。なんか踏ませよう。バネでは踏ませるか。うん、じゃあ、バネでは踏ませるか。で、こいつを拾っとく。で、一方通行。あ、自分の向きと同じ方向にセットされるか。なるほど。これはかなり頭使うな。滅び石と、ケロケロの雨ね。ケロケロの雨は結構有効っすよね。これはまさに。あ、そう。では、ここにケロケロを置いてみよう。守備力はゼロになった。あら。お、アイテム。爆破の巻物。これなんだ？置くと床に張り付き、その後剣を振るなどの、攻撃動作をすると張り付いた巻物が爆発する。なるほど。はいはい、なるほどね。では、ここになんか置いとくか。じゃあ、滅び石でも置いとくか。ちょっとここで HP 回復して。お、アイテムが。やったね。てい。おゾーンだ。ゾーン。ナイス。ここでアイテムを稼ぐってのもいいな。滅び石こいつ拾っとこう。あとは、こいつ拾っとくか。大型地雷。うわ、鈍足になってるやつがいる。よし、誘導する。アイテムを、アイテムを稼ぐぜ。ナイス。保存でした。お、来い来い、来やがれ。うわ、これ美味しいわ。あ、待て待て。爆破か。そうか。では、とりあえずだ。とりあえずどうするか。巻物、杖の類を入れておきますかね。おにぎり1個食っちゃうか。ちょっと安全なところで食べよう。お、なんか来た。守るか。ギターか。まあ、いっか。なんだこの守るは。あ、てか俺の攻撃力が下がってるか。あ、かな。ギター安かったな。よし、じゃあ、かな。この下の方が。この通路、この太い通路嫌だな。罠かけにくいじゃないか。これはなんだ？言ってるの道具ってなんだろう？
重力の土偶。あ、重力の土偶は、空を飛んでる相手にも罠をかけることができるということらしいですね。で、はいはい。虎バサミで置いとくか。こっち側にも置いとこう。あ、あ、よし、じゃあまた誘導して。誘導してだ。アイテムを稼ぐぜ。あ、何、上にいるのか。よし。では。保存稼いでますね。なるほどね。よし、じゃあ、先行ってみるかな。罠作動。あんまり使えないよな、これ、罠作動って。おっしゃ。あ、アイテムが1個出たな。なんか仕掛けとくか。じゃあ、トラバサギを置いて。なるほどね。ここは結構稼ぎやすいよね。丸太の罠。よし。じゃあ、右上の方、見ておくか。見ていての土偶って何だろう。ちょっと土偶のリストもね、軽く目を通したんですけど、まだ不十分だったかな。それが、トラバサミか。トラバサミが、じゃあ、なんか、もう一個。じゃあ、どうするかな。じゃあ、オルビーシ置くか。あ、落石の罠。あ、右から来やがったか。よし、こっちか。こっちだ。来やがれ。落石の罠強いな。これは便利だ。なるほど。まあ、いろいろと何が使えるかとかいうのもね、だんだん分かってきたっていうか。転びし壊れちゃったな。転びしが壊れるまでアイテムを稼いでおくっていうのもいいのかもしれないですけど。まあ、いいか。なんか罠使うか。じゃあね。まあ、無理に使うこともないか。まあ、倒せますからね。よし、行こう。敵が左に一体。で、杖、地雷。地雷は便利だよな。鉄の矢の罠か。ちょっと鉄の矢を稼いでおくっていうのもいいかもしれないですね。うまいこと誘導できん。あ、拾っちゃった。はい、いっか。よし。ちょっと、稼いでおくか。なんかアイテムを投げると、罠が出るらしい。なんかすんごい右の方に回されちゃったけど。じゃあ、ここでちょっと罠じゃないや、矢を稼いでいくので、編集します。ここから先は。あ、折れちゃったか。5本にしかなんなかったけどな。いいか。あっと、右上、行ってないな。よし、行こう。何もないな。罠もない。よし、じゃあ行くか。いや、レベルも上がったし。よしよし、いいぞ。いやいや、一時はどうなることかと思ったが。本当にね。あ、なんか来るな。ほい。じゃあ、行くか。